ジャック・ニコラビョーイコールバレジャック・ニコラビョーイコールバレは、フランス革命の指導者。西部フランスのラ・ロシェル校の弁護士の家に生まれ、法律を学び弁護士になった。オラトリオ会の教授を務めたが、パリで弁護士を開業し1786年に、徴税受け負い人の娘と結婚し、自分の名前に、バレンヌを加えた。1790年にジャコバンクラブに加入。 1792年8月10日のチュイルリー宮殿、襲撃事件を先導して、コミューンの一員となり、助役に任じられた。国民公開成立後、議員となり、山岳派に属して、国王の死刑に賛成した。1793年6月にはジロンド派の没落にも加担した。派遣議員として、バンデの反乱の鎮圧に参加。 公安委員会の急進的な一員となり、恐怖政治の推進を主張した。しかし嫉妬から、ロベスピエールの独裁を非難し始めるようになる。テルミドールのクーデターでは、タディアンと組んでサンジュストの発言を封じ、ロベスピエールの失脚に一役買った。以後は1794年9月1日に、公安委員を自主反動の行き過ぎと戦おうとしたが、過激なテロリストとして、 しばしば攻撃され、1795年3月2日ついに逮捕された。コローデル・ボアラと一緒に翌年南ベギアナへ流刑された。20年間の流刑生活の後、1814年、謝免されたが、ナポレオンの政府を容認せずに恩赦を拒否し、フランスに帰国しなかった。その後アメリカ本土に渡り、1816年ハイチに移住し、ポルトー・プランスで病死した。 ありがとうございます。